写真は火星から撮影した地球と月。月の存在、月の質量は地球の位置、81は地球の時点を遅くし、100年に2ミリセカンドの割合で1日を長くしている。超積加速は超積力が周回する自然衛星と中心の惑星に及ぼす効果である。これは巡航する衛星を惑星から徐々に引き離すと同時に、 惑星の時点速度を遅くする。このプロセスは最終的に時点と公点の同期に至る。地球月系はよく研究されている例である。同様に、超積原則が惑星の時点周期より衛星の公点周期が短い場合、あるいは衛星が逆行する場合に起きる。この名称は幾分混乱する。なぜなら超積加速の結果、 惑星をめぐる衛星の周回速度は下がるし、超積減速の場合には周回速度が上がるからである。エドモンド・ハレーが1695年に昔の月食の観測を比較し、月の動きが明らかに速くなっていると最初に言及したがデータを示さなかった。リチャード・ダンソーンが古い記録を再検討してハレーの提示した問題を確認し、この明らかな効果の大きさを 初めて定量的に見積もった。月の経度にして100年あたりプラス10という構成の値、例えば1786にデラランデが与えた値と大差がない、当時としては驚異的な精度で値を与え、一世紀後に与えられた10ないし13近くという値に悲見する。ピエール・サイモン・ラプラスが1786年に行った理論的解析では太陽をめぐる。 地球軌道が楕円であることから接動的変化によって月の動きが加速されるとしている。ラプラスの最初の計算では効果全体を取り扱っており昔の観測結果や現代の観測とも近い理論であると思われた。ところが1854年にジョン・クーチ・アダムズがラプラスの計算に誤りを発見し、ラプラスの理論では地球軌道の変身率からは 月の加速の半分程度しか説明ができないことが分かり、再度問題を提示した。アダムスの発見は、天文界から鋭い反発を受け論争が数年間続いたものの、結局彼の計算が正しく、シャルルージェーヌ・ドロネーを含む計算天文学者は最終的に受け入れた。この問題は、月の動きの正確な解析に関わるが、その中にあって、ほぼ同時期になされた。 別の発見、すなわち別の長期にわたる月の重要な節動に関する計算も誤りであり、再検証に際しては取るに足らないものであるとわかり、これも理論から除去しなければならなかった。答えの一部は1860年代にドローネとウィリアム・フェレルがそれぞれ提案した。超石地帯による地球の時点の時間の延長が月の加速の一部であった。 天文学会が潮積効果の事実と規模を受け入れるにはいくばくかの時間がかかった。しかし、平均太陽年の測定をして、最終的には3つの効果が関連していることが明らかになった。ラプラスが発見し、アダムスによって修正された地球軌道の変身率による雪像の変化の効果に加えて、2つの潮積効果がある。一つ目は、 地球と月の間で調器による各運動量の交換により月が軌道をめぐる各速度が実際に遅くなっていること。これは地球をめぐる月の各運動量を増加させる周回軌道を動く月の各速度が明らかに加速されていることである。これは地球が各運動量を失うことによって引き起こされ、結果的に日の長さが伸びる。この地球月系の図では、 どのように潮汐の膨らみが地球の時点によって前に押しやられているかを示す。この偏った膨らみが月にトルクを及ぼして加速する。一方で地球の時点を遅くする。月の質量は地球に比して相応のもので、この両者は衛星を伴った惑星というより二重惑星として捉えられる。惑星をめぐる衛星に見られるように地球の時点軸と直角に交わる面よりも、 月の軌道面は地球が太陽をめぐる軌道面に接近している。地球に潮積を引き起こすためには月の質量は十分に大きく、また十分に近い。太陽の水の膨らみは月に面した側と反対側にできる。平均的な潮積の膨らみは月の軌道に同期しており、地球はこの膨らみのもで1日に1回自転している。ここで 地球の時点は、潮汐の膨らみを月の直下から前に引きずる。その結果、地球と月の中心を結ぶ線より離れたところに、相当量の膨らみの質量が存在する。この偏りによって、地球の潮汐の膨らみと月との間の引力が、地球と月を結ぶ線から離れ、これにより、地球と月の間に、トルクが生ずる。これが月の周回を加速する一方で地球の時点を、 遅くする。このプロセスの結果、平均太陽比は通常86,400秒であるが、実際に正確な原子時計に基づく国際単位系における秒で測定すると長くなっている。このわずかな差は蓄積していき、いずれは我々の時計と一方で原子時計や歴表示とのズレが大きくなっていくデルタ T を参照。 これは1972年のウルービオの導入による時間の基準の差の保証につながる。潮積の効果に加えて地球の近くの屈曲による潮積加速もある。ただし、熱の放散にかかる説明によって引き起こされる効果のわずか4%ほどにしか過ぎない。もし他の効果を無視するならば、潮積加速は地球の時点と月の公転周期が一致するまで続くだろう。 その時には月は地球の頭上の一点に常に固定されるだろう。このような状況は冥王星下論系ですでに見られる。とはいえ、潮汐加速の効果が続く早期のうちに地球の時点が1ヶ月にまで伸びることはない。21億年後には増加しつつある太陽の放射が太陽を蒸発させてしまい、膨らみによる潮汐摩擦も潮汐加速も取り除いてしまう。 あるいはこの効果を除外しても、45億年後に太陽が赤色巨星と化して地球と月を破壊するまでに至っても、地球の時点は1ヶ月には伸びていない。超積加速は、いわゆる永年節動を受ける太陽系軌道の力学の一つである。永年節動とは、時間の経過とともに増大する周期的ではない節動を指す。限られた。 高次元まで禁じする場合において大きな惑星と小さな惑星の間における重力相互作用が及ぼす場合に限り軌道に周期的な変化が見られパラメータが最大値と最小値の間で振動する。超力効果では方程式に二次元の項が現れこれが無限に拡大していく。天体歴の基礎を形作る惑星軌道の数学理論において二次元とそれより 工事の項が生じるが、これらは非常に長い周期の項のテーラー展開である。潮積効果が異なる理由は、長距離の重力の接動ではなく、摩擦が潮積加速の重要な要素であり、力学系において永続的なエネルギーロスが熱になるからである。ここではハミルトニアンを含まない。月と地球の潮積の膨らみの間の重力のトルクは、 継続的に月をわずかに高い軌道に押し上げ、地球の回転を減速させる。隔離された系の内部では、いかなる物理的プロセスにおいても、エネルギーと核運動量は維持される。この効果として、地球の時点のエネルギーと核運動量は、月の軌道周回に移動する。月は地球から遠ざかり、その位置エネルギーは増加する。それは、軌道上にあり、ケプラーの 第三法則にのっとり核速度は減ることになり、超積は月の核速度を減じることになる。すなわち、月が地球をめぐる核速度のの減速を引き起こす。実際に月の速度は減じており、運動エネルギーが減じる一方で膨大な位置エネルギーが増えている。地球の核運動量が減少し、その結果として日の長さが伸びる。地球上において、 月によって引き起こされる潮の持ち上がりの総量は地球の高速回転により月の前方へと引きずられる。超積摩擦は膨らみを月の前方に引きすりり続けるのに必要だが地球と月の間で回転と周回エネルギーを交換するよりも過剰なエネルギーを熱として称賛している。もしも摩擦や称賛がなければ 潮汐の膨らみに働く月の重力はすぐに月と同期する位置に引き戻し、月はもはや交代することはなくなるだろう。ブリテン諸島周辺のヨーロピアンシェルフやアルゼンチン近辺のパタゴニアンシェルフ、ベーリング海といった浅い海の海底の境界層における上乱が硝酸の大半を引き起こす。潮汐摩擦によるエネルギーの硝酸は、 平均約3.75テラワットであり、うち2.5テラワットは主要な M2 月によるもので、残りは他の要素、月と太陽によるものである。地球上においては、大陸が存在することから数学的な解は適用できず、よって平行的な潮積の膨らみは存在しない。海洋の潮積は、実際には、海盆で、いくつかのアンフィドロミックポイントをめぐる広大な、寒流となり、 超積が起きない。地球の時点に伴い月はこれらの個別のうねりに引かれるいくつかは月の前にあり、その他のものは後ろや横の方向にある。この月を引っ張る膨らみは全世界の海の実際のうねりを集積した結果である。太陽の超積は1メートルを超えるが、地球の総平行超積は3.23センチメートルに止まる。 この気候は地球に最初に太陽が形成された後、45億年前から働き続けている。地球の時点は、より早く月はより地球に近かったことを示す。地質学と古生物学の証拠がある。三角孔の沖の潮流のある場所では、砂と沈泥が交互に積み重なっている EN、タイダルリズマイツと呼ばれる沈殿層がある。その積み重ねの中に毎日、 毎月、季節の周期を見出せる。6億2000万年前のこの地質学的記録において、1日は21.9プラスマイナス0.4時間、1年は13.1プラスマイナス0.1ヶ月で400プラスマイナス7太陽日からなる。その頃から現在に至るまでの月の交代の平均値は2.17プラスマイナス0.31センチメートルイヤーであり、 現時点の値のおよそ半分になる。1969年から1972年に行われたアポロ計画や1973年のルノ法と計画により月面に置かれた鏡を利用してレーザーパルスを反射させる月レーザー測距実験により月の動きは数センチメートルの精度で追跡できるようになった。これはレーザーが月までの間を往復する時間から 非常に正確に月までの距離を測定するものであり、運動方程式に適合する。これにより、月の減速に関わる数値、すなわち、角速度の減速と地球の月の楕円の半射軸の変化率の数値が得られた。1970年から2012年までの結果は、これは地球を周回する人工衛星に同様の技術を適用した衛星レザー即の結果とも符合し、 超積を含む地球の重力場モデルを提供する。このモデルは正確に月の動きの変化を予測する。最後に、古代の日食の観測結果からもかなり正確に王子の月の位置を得られる。これらの観測結果に関する研究からも、前述の値に符号する結果を得られる。超積加速のもう一つの結果は、地球の時点を遅くすることである。 様々な理由で地球の時点は行くばくか不安定であり小さな長積効果は短期間で観測できないが地球の時点に累積された変化は安定した時計を用いることで1日あたり数ミリ秒を測るには不足だが数世紀で容易に観測できる現代の時刻で構成された安定した時計による測定よりもはるか昔からの測定の積み重ねから 現代の1日の時間が長くなっていることが分かっている。これはデルタ T として知られる。最近の値は国際地球回転、基準系事業による観測で得られる。過去数世紀における実際の日の長さも提供されている。観測された月軌道の変化から相応する1日の変化は以下のように計算される。ただし、 過去2700年にわたる歴史的な記録によれば、この値は以下のようになる。変化量は時間の二次式となり、T2 の項の係数は以下のようになる。地球の潮積原則とは反対の気候もあり、実際に地球の時点を加速している。地球はトマというよりは、回転楕円体で極に対して平たい。SLR では、 この平たさが減少していることが示されている。それは表記には極に氷が堆積し岩を押し込み、1万年前に氷の質量が消え始めたが、地球の近くは未だ静水圧平行に達しておらず今も戻りつつ、あるゆえと説明される。この結果、極の半径は増加し、同時に赤道の半径は減少する。これは質量が地球の自転軸により、 地球の完成モーメント質量が減ることを意味する。このプロセスのみは、時点速度を増加させる。完成モーメントの変化の観測結果から時点の加速が計算される。歴史的な期間において、およそマイナス0.6ミズ、水センチュリーである。これは、歴史的な観測の大半を説明する。長積原則を受ける2つの事例を除き、 太陽系惑星をめぐる自然の月のほとんどは、ある程度の潮汐加速を受けている。しかしほとんどのケースで、その影響は小さく、何十億年後経っても衛星は失われることはない。おそらく、最も潮汐加速の効果が顕著に現れるのは、火星の第二の月ダイモスである。ダイモスはいずれ火星の束縛を離れ、小惑星となって、地球軌道を横切る、可能性がある。 この効果は二重惑星にも現れる。これには二つの種類がある。高速衛星、木星型惑星の衛星の一部と、ホボスは同期軌道の内側を周回し、その周期は惑星の時点周期よりも短い。言い換えるならばそれらの衛星は惑星の時点よりも早く軌道を一周する。この場合、潮汐の膨らみは衛星より遅れてその背後にあり、これによって、 衛星の周回速度を減速するように働く。その結果、衛星の軌道は螺旋を描くように惑星に近づいていき、同時に惑星の時点速度もわずかながら加速する。遠い将来には、この衛星は惑星に衝突するか、ロッシュ限界に触れて、超積力によって破壊される。ただし、太陽系内において、このような衛星は非常に小規模であり、 これによって生ずる潮汐も小さいので、その効果は弱く、軌道はゆっくりと減衰する。この影響を受ける衛星は、逆光衛星、すべての逆光衛星では、周回方向と惑星の時点が逆向きであり、潮汐の膨らみにより引き戻されることから、潮汐原則のもとにある。前述の高速衛星と異なるのは、惑星の時点が早まるのではなく減速することにある。 太陽系において、この効果の影響が無視できないのは、海洋星の衛星トリトンである。その他の逆光衛星は、距離があり超積原則の影響は、無視できる。惑星である金星の時点は逆光し、また、非常にゆっくりであることから、仮に衛星があったとしても、超積原則の影響で、衛星ははるか昔に失われ、存在しないと信じられている。ありがとうございます。